リフをご覧の皆さん、こんにちは、ブルービリオンです。イエーイ、よいしょ。はい、ボーカルのミケです。マケです。ギターのソヤです。ベースのハクです。キーボードのデです。ドラムのセイカです。はい、今回ブルービリオンは8月13日にニューシングルガネをリリースしました。イエーイ、ありがとう、ありがとうございます。はい、今はいツアー中もたくさんやってますので、ぜひツアーにも遊びに来て、はい、そして9月の12日、はい、に、はい、ブルービリオンは、うん、中野ゼロ大ホールでゼロディスタンスワンマンをライブやります。イエーイ、イエーイ、よいしょ。チケット絶賛発売中なので、皆さんぜひ友達誘って遊びに来てください。またください。はい、お願いします。そしてリフさんの方から、はい、質問が来ております。夏を、はい、感じたこと、はい、はい、夏を感じたこと、夏を感じたこと、はい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 、ということで、一人一人聞いていきたいと思います。うん、はい、まずはセカちゃん。うん、夏といえば、はい、春麗の番組を見るとやっぱ夏だなっていうのを感じます。確かに、大好きです。お化けの話、怖いな、怖い、怖いな、怖い、はい、ゆうさん、ここやっぱ夏といえば、はい、セミの鳴き声を聞くとね、あー、はい、なるほどね、あー、ミンミンミンと、怖いな、怖い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 、そして、よし、はい、テルさん、はい、はい、ね、花火を見ました、最近。おー、なるほど、うん、夏ですね。夏ですよ。はい、打ち上がった、打ち上がった、うん、打ち上がった、打ち上がった、打ち上がった、ちゃんと、はい、打ち上がったも飛びました。はい、あー、そうだね、ソヤさんは、あ、ソヤさんはですね、はい、やっぱり、電車とかでですね、はい、こう、皆さん、もうサンダル履かれてるじゃないですか。はい、あれを見ると、やっぱ夏の景色だなというふうには思いますね。電車でもサンダル履いちゃうからね。そうですね。はい、マクさんはありません。まだ感じてない。ありません。まだ感じてない。夏感じてないからね。まだ終わってないですから、ね、はい。これからってことじゃないですか。はい、僕はあれですね。何ですか。夏やっぱり浴衣の女子がね、あ、お祭りとかにね、行くのかなみたいな電車の中とか見ると、はい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 、夏怖いなって。怖いな、怖いなって思います。怖いな。はい。そんな感じで、この夏終わったらね、はいはい、夏の終わりを感じて、9月の12日、皆さんで、中野ゼロ、大ホール遊びに来てください。よろしくお願いします。はい。ブルービリオンでした。バイバイ。バイバイ。バイバイ。